はいどうもライム TV のライムです。今回はフォルツァホライゾン3やっていきたいと思います。久しぶりのフォルツァだな。すごい久しぶりですね。まあ先日ですねフォルツァホライゾン4がね発売決定ということでね、まあ決まりましたんで、久しぶりにねちょっとフォルツァシリーズをねまたやっていこうかなということで、今日はですねフォルツァホライゾン3をやっていきます。いやー懐かしい。懐かしのフォルツァ。懐かしいって言ってもそんな何年も前じゃないんだけどね。で、今日は何をやっていくかというと、ランボルギーニのですね、ムルシエラゴ、あれをね、まあ乗っていこうかなと思います。なんか一応持ってるんですけど、車種が多いから選ぶの大変だね。持ってるんだけど、多分ね、なんか、まあ、過去の動画ちょっと見たんですけどね、多分使ってないんじゃない動画で。ということで乗っていきたいと思います。よいしょ。うん、かっこいい。これあれなんですよね、こういうの見れるからいいんだよね、フォルツァね。こうやって開けられるんだよな。ウェイで、ライトもつけられる。これ何、これカスタマイズか。後ろ見たいな。後ろ、これ色か。色はね、これこのままでいいと思う。これもカスタマイズ。ここ開くのか。あ、これか。これが開くんですね。いいね、このシザースドア。うん。で、ナンバープレート。ナンバープレート変えなくていいでしょ。細かいよな、フォルツァ、ほんとな。すごいですよね。あ、これも開くんだ。すごいな。この中に V12 が入ってると。わお。じゃあ、早速ね、走っていきましょうか。あ、変わるんだ、これ。すごい。わリバティワークスになるんだ。すごいな。これはえぐいな。まあ、今日はね、ちょっと、初めてなんでね。初めて多分動画で乗るんで。まあ、ちょっとね、ノーマルで走っていこうかなと思います。かっこいいな。ランボルギーニ、ムルシエラゴ SV、スーパーベローチですね。さあ、ドライブしていきましょう。いい音。いい音。フォルツァ音いいからね。最近ザークルとかもね音良くなってますけど、フォルツァは結構割と音いいからね。おお、すごいな、重厚感。ほんとイエロー似合うな。すごいな、イエローが似合うな、ほんとな。何もカスタマイズしなくていいもん、これ。ほら、このまんまで十分かっこいいからな。まあ、スーパービローチャーからなんかそもそもちょっとエアロとか違うんですけどね。内装は結構落ち着いてるんだな。てか視界も意外と広いっすね。やっぱミラーが映るのがいいね。すげえ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 。あ、音ランボルギーニだな、ほんと。音ランボルギーニだ。おお、やっぱあれっすね、アベンタドールとかから比べると若干加速がちょっと遅いのかなって感じはやっぱしますよね。やっぱアベンタドールのになるとすごい進化してるんで、この世代はまだやっぱりちょっと遅いのかなって感じはちょっとはあるんだけど、まあ十分早いんですけどね。すごいな。ちょっとじゃあ高速道路とかそっちの方行ってみたいですね。どんぐらい速度出るのかな。300いくらぐらいかな、多分。合流注意。合流注意っていうか、危ないんだよな、これなんか。フォルツァはあんまりドライブ向きのゲームじゃなくて、結構ね、レースゲーなので、オープンワールドなんですけど、レースゲーなので、まあ、ドライバーだっつって、こう、結構ね、なんだろう、周りの一般車両に紛れて、レースしてる人たちがね、たくさん紛れてるんで、まあ、ちょっとそういう人たちのね、なんだろう、挙動が、まあ、なんつうんだろうな、結構ね、危ないんで、まあ、ぶつかんないようにね、頑張ってやっていかないといけない。すごいな、周り走ってる車。うわー、すごい。ほんとすごい。ほんとかっこいいね。見てほら、すごくない？めちゃくちゃかっこいいよ。もうこれだけで絵になる。何も改造しなくていいもん。さあ、じゃあ早速ね、あ、ちょっと待ってください。まだね、この辺ちょっとね、高速道路なんですけど、ちょっと、まあ、コーナーとカーブがあるんで、まあ、もうちょい先でね、速度出していこうかなと思います。
フォルツァはでもね、ランボルギーニの車種がすごい多いゲームなんで、まあランボルギーニに限らずフェラーリとかも多いんですけど、まあランボルギーニ好きな人はね、ぜひともフォルツァね買ってみてはいかがでしょうか。本当ね、車種が多いんですよ、ランボルギーニの。すごいな、このライトかっこいいな、ライトかっこいいね細かいとこばっかこう見てるからさ、なんかもっと全体的なかっこよさをこうなんか伝えられないんだけどね。じゃあこの辺からね、速度出していこうと思います。車内視点の方がいいか、車外視点でいいか。よし、やっていきましょう。車外視点難しいんだよな、このゲーム。じゃあ交通量多いな、普通に交通量多い。じゃ止まった状態からやりたいですね。あ、そうか、このゲームニュートラルがないのか。なるほどね。300、320、そろそろ限界か。330は出そうですね。ん、出ないか、出ないわ330ちょっと惜しいけど、まあギア比とかいじればね、まあなんとかなりそうですけどね。まああれですね、ノーマルだとこんな感じですかね。はい、ちょっとね、加速中に気づいたんですけど、エアインテークっつうのかな、このなんだろうな、このここね、この後ろの部分、これね開くんだね。あ、それは開くか。あ、てかムルシアラゴだから開くのか。どんぐらいで開くんだろう。あ、160キロぐらい、150、そんぐらいですかね。せり上がってくるんですよね。よくなんか猫耳とか言われたりしてますけどねこれかっこいいっすよね。前から見たいな、開くとこ前から見たいな。エアインテーク動くんですよこれ、ほらかっこいいでしょでもこれ多分高速になるとまた閉じるんでしょうかね、効力が増えるから閉じんのかな。あ、そう、めっちゃ車がいる、めっちゃ車いるあ、閉じないか、あれ閉じるよね多分。多分ね、もっと速度出すと閉じると思うんですけど、どうだろう。俺ここで434キロも出してんの、いつ出したそんなすごいな、ほんとほんとすごいな。でもフォルツァの残念なとこは、せっかくこうなんか滑走路があんのに高速道路の方が速度出せるっていうね。滑走路あんま長くないんですよフォルツァは。閉じるかな。閉じないな、閉じないか。あ、閉じた閉じた、やっぱ閉じるんだね。わお申し訳ねえな、なんかな、貴重な車だからなんか申し訳ねえな。まあゲームだけど、別に傷もつかないけどね、設定でこう傷つかない設定とかできるんでね、フォルツァそういいっすね。すごいすごい。ということでね、まあ、今回はこの辺で終わっていきたいと思います。以上、ライム TV のライムをお届けしました。よければチャンネル登録、高評価の方ぜひともよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。ベノム GT だ、うん、すごいな、両方イエローだな終わります。